おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム発売後のものを中心に気になるニュースをまとめて見ていこう。いやー、ティアキンは楽しくプレイしておりますよ。寄り道と遊びと度重なるゲームオーバーでちっとも進んでないやないか。頭が固いことも祠攻略ではまざまざと実感しています。その分、攻略できた時のカタルシスは半端ないわよ。ガチ攻略は他の人に任せるわ。当然、ティアキン関連の情報多めにはなるが、他にも気になるニュースや問題提起になろう部分もあるからな。忙しいのは結局変わらないわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは待っている人には秘宝ともなろうが、7月25日に発売が予定されていたホグワーツレガシーのスイッチ版が、5月13日、海外公式ツイッターにて、発売が11月14日に延期となると発表があった。今後の展開が楽しみですね。ってのを前回言ったとこやぞ。延期の理由としては、スイッチでのプレイを楽しみにしているファンがいることは理解しており、最高の体験を作ることが私たちの最優先事項です。とのことだ。PS4、Xbox One 版も1ヶ月ほど延期になったし、ぶっちゃけ、これはしょうがないか。スイッチのマシンスペックでどれほどの表現が可能かというのは素人目に見ても気になるしな。まあ、最適化してより多くの皆様が楽しめるようにお願いしたいところだ。一番の秘宝になるならスイッチ版発売中止だしな。お次はゲーパスに大きな動きが来ているぞ。5月12日より、ゲーパスアルティメットと PC ゲーパスのメンバーが、最大5人までのフレンドを PC ゲーパスに14日間無料体験に招待できるキャンペーンを開催している。ほうほう。招待されたフレンドは PC ゲーパスの全ての特典が利用可能。バロラント、リーグオブレジェンズ、などの人気オンライン対戦タイトルでのゲーム内特典なども受け取れる。布教活動してくれよって話か。これはゲーパスユーザーのプレゼン力も試されるな。果たして今回のキャンペーンがどれほどの効果があるかは今後注目していく必要はあろうな。この手の招待制はソシャゲでも特典付きであるけど、個人的には苦手。一定の効果があるからこそ、存在するサービスだとは思うがな。そして、ゲーパスとの相性もあるであろうマシンとして、ASUS より ROG アライという携帯型ゲーム機が発表されたぞ。あのエイプリルフールネタかもと言われたあれね。ASUS 初となるポータブルゲーム機タイプの製品だ。これまでのゲーミング PC 開発で培ったノウハウを活かしている。私たちの動画も ASUS 様のゲーミング PC で動画編集しています。主なスペックはこちら。OS は Windows 11。CPU は AMD Ryzen Z1。ゲームパッド部分のレイアウトは Xbox とほぼ同じ。背面インターフェースも充実しており、外付け GPU ユニットにも対応。放熱性能も万全。ポータブルゲーム機として、どんな角度、方向でもきちんと放熱できるよう重力を利用しないヒートパイプを採用している。冷却用のファンは2つ搭載し、効率よく冷やせるため、静音性にも寄与する。スペックで見れば、確かに魅力的。それでも購入に至るには、いの一番に確認しないといけないことがある。価格は？ CPU のモデル違いで599ドルと699ドル。日本円の価格なら安いモデルで8万ほどとなろうな。ストレージはどちらも 512GB。同じ容量なら Steam Deck より価格は抑えているわね。バッテリー性能は？バッテリー駆動時間は電力消費の少ないサイレントモードで 6.8 時間。高い処理能力が必要な重いゲームをプレイする際には2時間となるな。そこよな。まだ劇的な進化とはならないわね。本体の重さは 608g。あの麦茶1本分か。個人的にはまだ判断しかねるわね。発売は10月の予定なので、まだ他のモデルもある可能性がある。256GB モデルぐらいでもうちょい価格を抑えてくれたら、もうちょい前向きに検討するんだけどな。このマシンについてはまた続報あればお伝えしていこう。それでは、そろそろティアキン関連ニュースといこう。ぶっちゃけ、社会現象化したんじゃね？ Twitter では、ゼルダ休み。ゲーム休暇がトレンド入りしたな。私も発売日当日はもちろん仕事なんかしておりません。お前は基本仕事してないだろって話ではあるが、約束された神ゲーであるので期待している人も当然多かったことになるし、それでも楽しみ方は人それぞれ。この土日でプレイされている人も多いだろうし、そもそも遊び方は無限大に近いので、慌てず楽しむこともありだ。
配信で楽しいプレイをされておられる方も多数です。配信者の皆様を否定するつもりは毛頭ありませんが、本作は配信視聴だけで体験を済ましてしまうのは、本当にもったいないと思います。まだ無心でプレイしておられる人も多いだろうし、ゲームの具体的なお話は控えよう。とはいえ、嫌な事象も起きている。ギャー金でそんなんあるか？動画編集時5月14日時点で Amazon レビューでの書き込みはできない状態となっている。なんで？通常ではない投稿状況が確認されたといくつかの理由により、となっているな。通常ではない投稿状況とはどういうことなの？ここについては推測となる部分も多いが、星1爆撃という名の不当なネガキャンも多くあったとは思う。毎度毎度対策ではやらかすやからがいるわね。一時期星の平均だと3台になっていたからな。フラットに評価したいけど、ギャー金は平均3になる作品じゃねえよ。強いて言うなら、今までのゼルデンシリーズと相性が悪かった人にはおすすめしにくい。というかいつなったら Amazon は購入者だけがレビューできる仕組みになるの？まあ、愚痴は止まらんが時期が落ち着けば、また各ユーザーがレビューできるようになるだろう。Amazon 関連ではティア金を特典付きで注文した人には、オリジナル輸送箱で配送されているな。ここだけは片付けで購入したことを残念に思っている。スプラ3でもオリジナル輸送箱になっていたな。これで届いた人はコメントいただけると幸いです。そして、先ほどの評価という点ではメタスコアでは現時点で96点。ユーザースコアは 8.5 点。メタスコアの評論の詳細の紹介は後日にしたいが、60点をつけているメディアでも前作グレワイに興味がなかった場合はとの寸評となっている。もともと発売前から期待していた人はまだ、いちいち困難確認しているフェーズではないで。さて、我々が確認したものとしては、ゼルダの新作が出たぞ。とのテレビ大阪のニュースもあったわけで。感覚としてはやや古いかもしれないけど、地上波デビューしたら本物やで。そんな本物をファイナルファンタジー16のプロデューサーである吉田直樹氏も配信生放送でプレイされている。お。私と同じティア禁止用のスイッチや。ツイッターでは、吉田ゼルダ、という単語もトレンド入りしとる。商売的にはライバルになるけど、個人的には表向きにはこれぐらい緩い方が好き。ネガキャンするより、相互に褒め合った方がお互いのビンじゃね？まあ、現在多忙すぎる吉田氏がティア金遊ぶ余裕があるかどうかって話でもあるがな。もともとブレワイのファンでもあるし、スクエにはちゃんと遊ぶ時間を用意してやれ。わざわざ配信でアピールしたのは受け狙いもあると思うがな。どちらにしろ、先ほど霊夢が言ったように相互に盛り上がるのが理想だな。私はファイナルファンタジー16も発売日に仕事せずに遊ぶぜ。お願いだから、ちょっとは仕事してくれ。ティア金の話はこれぐらいにして。ティア金のお話はプレイ状況なども含めて、近日お伝えしてまいります。そしてヨシピーに余裕をあげてほしいとお願いしたいスクエには決算報告も出とる。ほうほう。決算大報告会でまとめきれなかったやつね。スクエニの決算報告は5月12日だったからな。それで入ってみよう。売上高は前年同期比 6.0% 減の3432億6700万円。最終利益は前年同期比 3.4% 減の492億6400万円。減収減益となっており、結構苦戦した形だな。まあ、理由は素人目に見ても明白。意欲作もあったけど、大ヒットとなる作品はなかったわね。ソフトの売上本数で見れば、日本市場では増やしているが、欧米市場ではほぼ半数ほどに落としているな。どちらかというと最近のソフトラインナップは日本ユーザー向けだったな。多くの作品を私は楽しんでいるけど、手放しで絶賛できる作品は基本ねえな。なんかしらケチがつく。大黒柱であるファイナルファンタジー14にも拡張パッケージはなかったしな。他部門だと、アミューズメント事業は他企業同様に感染症の影響から脱したこともあり好調。スクエニのアミューズメント事業って何や？メインは全国各所にあるタイトーステーションの運営。これをスクエニが運営しているってのが、往年のゲーマー的にはやや違和感あるのよね。そのあたりの経緯を確認し出すと動画尺どれほどになるかわからんので割愛するが、現在、至って好調。他、出版事業やライツ、プロパティ等事業という名のグッズ販売は堅調。利益はやや落としているがな。2022年にかけてスクエニには何度も説教もしたわけだけど、数字でもしっかり出てしまったわね。無論、このままで終わるわけがないし、来年度は大きく飛躍する予想を立てている。当然、ファイナルファンタジー16で大勝負や。
その既存事業も力を入れる必要はあるが、スクエニ的には新事業も前のめりだな。投資家向けにも Web3 領域への挑戦を大々的に掲げている。それ何やったっけ？メインはブロックチェーンや NFT となるな。先駆者、となることが圧倒的成果を収めるための鍵。ともしている。以前に紹介した資産性ミリオンアーサーやシンビオジェネシスによる NFT アートの販売などが主力だな。それよな。個人的にはスクエニには純粋にゲーム開発に努めてほしいんだが。まあ現時点でスクエニの挑戦をただただ否定するつもりもない。どの時代でも先駆者ってのは多くの人に否定される立場にはある。このスクエニの挑戦については冷静に見極めよう。まあ、私も良質なゲーム開発に注力してほしいと個人的に思うがな。新社長になる桐生ちゃんに突できねえかな。言いたいことが山ほどあるぞ。霊夢の兄貴の言いたいことはさすがに後日まとめよう。このままで終わらんとは信じているぞ。スクエニ。最後に以前にもお伝えした話題とも被るが、ヤフーニュースにてネタバレ実況についての記事が出とるな。配信者の収益の開発者への還元問題でも語った話題ね。この問題も配信する側、見る側に各々考えがあり、そう簡単な決着がつく問題ではあるまい。我々として明確に言えるのは、著作権を保有する開発、販売メーカーの規約を守ることが大前提として、記事でも締めの言葉にあるが、そのゲームに対する愛のある動画を配信してほしいということだな。そこに愛はあるんか？ちなみに任天堂の配信ガイドラインでは、任天堂は当社が創造するゲームやキャラクター、世界観に対して、お客様が真摯に情熱を持って向かい合っていただけることに感謝し、その体験が広く共有されることを応援したいと考えているが最初の一文にあり。基本、規約はめっちゃ緩い。お客様の創作性やコメントが含まれないムービーや音楽をコピーしただけの投稿は認めていないな。ムービーまとめ動画って結構あるけどグレーだよな。新作ではありえんか、旧作なら必要とあらば公式にやってくれよう。いろいろ各社のガイドラインもあるし、単純に結論は出ん話だが、我々としては、愛、を忘れないようにしよう。愛のパラメーター上げていくぜ。愛、で言えば私からもニュース。なんかあったか？あの人妻になられた中川翔子氏が堀井雄二氏恩待を迎えてドラクエ5の配信実況をするようね。同年代のドラクエファンとして、期待しております。ウプ主は最新写真集も買っていたな。生配信は5月15日の18時より。トークも楽しみですが、結婚イベントまで行って、ショコタンにはフローラを選んでもらうことを希望します。いろんな意味で一番盛り上がるところやな。さて、来週はティアキンも遊びながらも、まだまだ語りたいお話はあるので、さらに全力で行くぞ。あいあいさー。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。